はいどうもバンクシです。今日もですねサバイバリストインビシブルストレイン前回からの続きですねやっていきたいと思います。で前回終わった後にね動画外で少しプレイの方をしておりまして、コミュニティ10人だったコミュニティの数が増えております。12人。このジェニファーというやつとマリアかな、マリアって読むのかなってやつが仲間になりました。この2人ね、難民で歩いていたところをちょっとスカウトしたら2人仲間になってくれたんですよね。3人でいたんだけど、もう1人は隠れ感染者っぽかったのでそのままスルーしてしまったんですけど、多分どっかで歩いてんじゃないかな。一応ねこんな感じになっております。でマリアには建築をしてもらっていて、でジェニファーはバンクシと一緒に今ついて回っている感じですね。であとはそんなに前と変わらず、アナは建築、今見張り塔を作ってもらってます。でラウラはカレーを作ってもらっていて、フランシスコはねちょっとねコメントでもいただいたんですけど、採石場を作りたいなと思っていて、で採石場にはね鉄が必要なんですよ、作るには。なので鉄を今掘ってもらってますね。でケリーは見張り台で監視やってもらっていて、ブライスはゆでトウモロコシで、さらには矢を作ってもらっていて、でグレゴリーはねセメントの見張り台で今ね見張りをしてもらっている。でアバは小屋を作ってもらってます。こんな感じですね。ちょっと待って、襲撃、何襲撃、メディライン、お前の旅はここで終わりだ。フランシスコ襲撃、ちょっと待った、タブで映せ。どこにいる。あ誰かを、メディラインか、ちょっと待って、えらいことになってんじゃねえかこれ。なんでいきなりメディラインって、あらアサルになってんな。メディラインって確か商人だったよね。そうだよね。なんでいきなり仲間、あれ、これはいらん。そっか、なんだろう。ヘルメット、弓、バール。あ、ここにも一人死んでいる。あれ二人で、あ、っていうことはもう一人のやつか。あ、この人だ。あ、やっぱそうだ。アバ、建築スキル、レベル4になりました。いつもいたトレーダー、これとやったんだ、今。わ、いっぱい持ってる。すごい持ってない？こういうのとか。これはなんで殺す羽目になったんだろう。このカレーを取ったからかな。多分このカレー盗んだっぽいね。なので殺す羽目になったのか。フランシスコがね、生きってちょっと言ってしまったけど、まあいや、でも、料理本とか、弓矢の本とか、ああ、これは、まあ結果往来と言っていいのか。しかもスナイパーライフル持ってるやん。いや、これでかいな。ちょっとこの2人はお墓掘ってあげましょう、ちゃんと。スナイパーライフルはちょっとここにしまっておこう。いや、これはちょっとでかいぞ。あ、ここに難民1人いるな。ちょっと待って、先にここ行くわ。仲間にできるかもしれない。あと1人ぐらいは仲間にしても多分大丈夫じゃないかなって思っていて。でね、そうそう、あのちょっとね紹介もしてないんだけど、拠点の方もねまたさらにこっちに広げてます。今ね3人で建築やってる形ですね。急ピッチで拠点を広げて、採石場とか、まあ、製鉄所とかね、窯も3つぐらい置きたいなと思っていて、結構ねやることがねいっぱいある。もういつまで経ってもやることがいっぱいある。本当にこの辺にいます。あ、いた。凍ってる？あ、凍ってんだ。流れてるけどちょっと半分凍っている。感染率 3%、 感染率 7%。 まあね、あんま当てにならないとは言ってたけど、そっか。この人ちょっと話しかけてみましょうか。ん？ちょっと読めなかったな。ジョセリンか。ジョセリンさん、
調子はどう？ここらの食べ物の味を偽装する一番にいい方法を知りたいって唐辛子を入れ、唐辛子いっぱいあるぞ、うちの拠点。私のことをどう思っている？あんたのことは知らないし、知りたくもない。まあそうだろうな。どうしようかな、仲間にならないか、まず聞いてみようか。そうだよな。この辺にいないよね。あ、こいつらうまくかわしてこっち回ってきてるね。この辺にゾンビとかいれば一緒に戦うとね、ちょっと違うんだけどね。この人も名前聞いてみます。ショーンかな？シェーンかな？シャウンかな？読めない。シャウン、ショーン。調子はどうか聞いてみましょう。ジョセリン。ジョセリンって今話したやつだよね。私のことをどう思うか聞いてみます。まあ最初だからね、あんたのことは知らんし知りたくもない。どうしようかな。まあ装備的に言うと、このジョセリンのがカバンも持ってるし、良さそうな気はするんだよね。じゃあジョセリンにちょっとプレゼント渡そうか。さあ、どうしよう。探偵小説が基本的には規定路線だけども、探偵小説行きます。ありがとうか。まあまあまあか。仲間にならないか聞いています。これだけじゃならないかな？ああ。よし、じゃあね、SF 小説も渡してみる。ああ、これもありがとうか。響かないね、小説は。この人には。ワイン渡すか？もう一個ワインあげちゃおうか。あ、できましたね。寝床できました。これで16人まで。そろそろね、寝袋をあれしたいところだな。そうしたら、一回、アバにして、アバがね、やっとね、建築スキル4になったので、アバにもう一個小屋を建ててもらう。ここに、場所的に怪しいけど、ここに一個、もう一個小屋を。よいしょ。これで、小屋はしばらくいいかな。これでね、あの中に収納もできるし、とりあえずはいいと思う。よし。じゃあ早速続き、ジョセリンにワインあげちゃいます。あ、完全に凍ったね、下の皮が。プレゼント、じゃあワインあげちゃいましょう。どうだろう。お、よし、来たね。ワインがお望みだったか。これで多分いけると思うわ。さあ、どう？よし、来た。13人目ですね。ジョセリン、コミュニティの仲間に加わりました。で、あとこの人のステータスちょっと見てみます。ジョセリン、筋力、近接に、銃とか弓とか、結構あれだね、武道派っちゃ武道派だね。よいしょ。まずジョセリン、具合はどうか聞いてみようかな。この人も結構良さそうな人だね。長く仲間になっててくれると。誰かは私を恐喝した。あー、ギャンググループとさっき争ってたやつか。よく生きてたな。まあもうついてこなくていいにして、でジョセリンに変えて、ちょっとね、防具とか武器とかその辺をあれしちゃいましょうか。アサル、よし。まずはリュックを大きいリュックに変えて、ヘルメットとツルハシ1個持たして、であと弓矢が必要だね。弓矢も持たしておこう。弓持たして、であとは武器だな。武器バット持たしておこうか。よし、これでいいや。これで OK。 であとね、石をね、取りに行ってもらう。石を取りに行ってもらいたいので仕事を与えます。ツルハシに変えて、鉄鉱石じゃなくていい、石。鉱夫、石。よし、これでいいや。よし、じゃあバンクシに変えて、今度こそ行きましょう。だいぶ疲れてきてるけど、ちょっとコミュニティに行って、まあ売れるもん売って、あとは仕入れられるもん仕入れてやっていきましょう。冬、もうそろそろね、冬になると思うので、食料もね、なんとかなってるし、まあいいんじゃないかな。で、アランドラがね、ちゃっ
これアランドラかな？ん？わかんない。クロエ。クロエじゃなく、あ、アランドラ。ちょっと話しかけましょう。あ、いたいたいた。よかったよかった。空腹みたいなんで、ちょっと食べ物をあげようか。うん、少しね。いや、お金取んなくていいよ。ちょっとね、やっぱ仲良くしたいんで、ここのコミュニティの人たちとは。で、取引。お、またなんか仕入れた？俺もあるんだよ、レアなものが。鉛に、斧は持ってないか、斧欲しいんだよな。まあいいや。脳波スキャナー、これを売ります。126。もう一個売ります。で、あとは、まあ、この辺売っちゃおうか、ちょっといらねえから。いらないもん売っちゃって、まあこんなもんか。で、お金一気に269になったので、SF 小説1個買っとこうかな。よし。で、あとはいらねえな。スナイパーライフルの弾も欲しいな。買っとこうか。弾はないから。買っときましょう。よし。で、アサルトライフルの弾も買っとこう。うん。こんなもんかな？そうしたら、ちょっとまだ疲れてるんだけど、ここに行って、物資をあさりに行きます。結構持てるよね。大丈夫だよね。大丈夫、大丈夫。よし、行こう。よし、来た。いないよね、ゾンビね。多分大丈夫だと思う。ここはもう、一番最初の街なんで、全然問題なくあされると思います。あさる。で、取れるものはピストルの弾あった。この辺はいいか。とりあえず持ちたいやつだけ全部持っていこう。うん。基本空っぽですね。この中は。あ、いいね。工具箱2つ。これを持っていきます。うん。あさる。ダメだね。ここは？あ、じょうろ。じょうろあるね。タッパーと、木も持てるだけ持ってきたいけど、建築の役に立つので、で、あとここ、空っぽ。あさる。洋服しかない。あ、ゾンビいるわ。緑ゾンビいたね。空っぽ。こんなもんか。じゃあ木を持てるだけ持っていこう。ここにある木を。持てるだけ1個しか持てない。そっか。そしたら、ジェニファーに変えて、木いくつ持てる ?3 個。よし、じゃあこれで一回戻ります。ゾンビいるけど、鹿として一回戻る。で、これ木があれば少し進むでしょう。で、採石場を作りたいっすよね、早くね。そうすれば安全に石とかね、あの辺を確保できるということなので。あ、ちょっと待って、こっちから来てしまった。やば。ちっきしょ、上からやりたかった。ちょっと待って。来たぞ。ほい。よし。行ったぞ。バットに変えて。よし。危ない。危ない危ない。よいしょ。お、ゾンビに変わった。隠れゾンビだったか、こいつ。よいしょ。おい。よし。よし。全部やったね。建築スキル、レベル3、バンクシー、なぜか。よし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 。これでアサルになってる？盗むだな。一人逃げたな。あっちか。行きます。一人逃げたわ。弓に変えとこうか。ちょっと待って。弓に変え、ちょっと待った。待って待って。これに変えます。終わりだ。まだ逃げんの？よし。よいしょ。OK。うん、やったね。これでアサルになったんで、
漁りましょう。おー、水飲んでね、勝利の一杯。ワインも持ってるわ。これはもらってこうか。ちょっとね、今そんな持てないのか。そっかそっか、そんな持てないんだ今。あ、持てない、やばい、失敗した。荷物一回置きに行きましょう。あー、でもよかったね。で、戻って、あいつらもちょっとバラさないとだな。じゃあ漁りましょうか、ゆっくりと。赤ゾンビいるな。赤ゾンビアバが戦っている。ちょっと待った、ちょっと待って、大丈夫？よし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 、頑張れ頑張れ。うまいうまい。今ね、ちょっとやらしてます、 NPC に。どんなもんなのか。やばいやばい、ちょっと待った、ちょっと待った、これ感染しちゃうんじゃない？感染しちゃうよ。よしよいしょ。疲れちゃってんのかな。よし、オッケー。あー、びっくり。うん、いいや。あー、大丈夫？感染してない？感染してないね、よかった。じゃあバンクシーに戻して漁りましょう。まずこいつ、隠れ感染者で、こいつがね、そう、斧持ってるんで手に入れましたね、斧を。バッグ、ショーリュックはいらねえな。トレンチコート、お金はもらっていこう。まあ、この辺もそれじゃあ持っておいて、少しばらそうかね。これでいいや。で、こいつ、こいつは何持ってる？ SF 小説。あ、マチエテ持ってんじゃん、マチエテ持ってる。よし、いいね、オッケー。で、こいつはあんまりね、いいもん持ってねえな。水、コート、警棒、まあ、あといらねえか。で、あと2人、ここにいる2人、なんかあんまりいいの持ってないですね。あー、鉛持ってんだ。鉛じゃもらっとこうか。弓とお金とナイフ、まあ、この辺はもらっておいて、あとこいつ、こいつ防弾チョッキ持って、あ、スキルボン持ってるね。弓、よーし。じゃあね、今日は最後にですね、ここから青ゾンビが来てるのと、あとね、ずーっとここにね、居座っている盗賊、これをね、2つ討伐してやめようかなと思います。バンクシもね、疲れからやっと回復して、もう動ける状態になったので、早速行きますか。ゾンビからやり行こう、ここね。で、盗賊、あ、難民がね、こっち行ってるのがね、ちょっと気になる。この盗賊とバッティングしたら、それはそれでね、面白いかもしれないんだけど、まあいいや。先に喉が渇いているので、凍っちゃってるかな。で、建築の方も、あ、凍っちゃってるわ、ダメだ。じゃあ井戸から取りましょうか、お水。よし、みんなね、おのおのそれぞれ結構ちゃんとやっててくれるんで、すごい助かります、仕事を。ペットボトルいっぱいにして、うん、で、飲んで、よし、で、これまたいっぱいにしていこう。で、あとは飯、少し飯も食っていこうか。よし、飯飯、ここにあるかな。あるね、いっぱいあるね、食べる。よし、じゃあ行きますか。ちょっと話だけしていこうかな。ラウラ、大丈夫？調子はどう？うん、マリア、あー、マリア戦闘気質なんだね。具合はどう？あ、マジか、感染者一人いる？うちのあれに。そっか、ちょっと危険だな。アナでないことを祈りたい。じゃあ行きましょうか。あー、だいぶ移動してきたね。一人で大丈夫だと思うんだよな。何匹いるかにもよるけど、一人で挑みます。弓にしておいて、青だったらいけるでしょう、多分。
よし、この辺からちょっとスニーキングしていって、この間あたりからやっていこうかな。向こうにいるね。向こう、あ、いたいたいた。1、2、3、4匹か。よいしょ。うん、わかんないでいるね。当たんない。あいつはやったか。当たんないね、弓が。よし、ここで。いやー、わかんない。よし、もうこれでいけんじゃない。あと1匹だけでしょ、多分元気なの。気づかないね、まだ俺に。こいつだ。よいしょ、これでいけると思うわ。うん、あの木陰くんに、ね、隠れてやれれば。よいしょ。危ない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 、ちょっと待った。危ねえ。よいしょ、よいしょ。うん、おい、やばいね。よし、行きましょう。じゃあ盗賊の方に。あ、ちょっと待って、結構いるな。いやー、参ったな。どうしよう。そうしたらこいつらやるか。こいつらはいいや、こっち動いてるやつらをやろう。多分うちの拠点来るね。あのね、モロトフがあと2つしかないんだよね。だ、モロトフも作りたい。すごい、モロトフ作るのも結構面倒なんだよな。もしあれだったら、こっちの拠点におびき寄せようか。それができるかどうか、体力満帆にしていって、それができれば一番手っ取り早いかも。いるね。やった、見つかった。よし、ついてきてんね。多分ついてきてると思うよ。来てる来てる。オッケーオッケー。そうしたらここの拠点までおびき寄せましょう。モロトフ使わないで殺したい。さあ、ここに見張り台一つあるんで。来ないかな。来た来た。弓に変えておこう。一人しか来ないぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。うわ、危ねえ。ちょっと待って、食らってんな。オッケーオッケー、すごい。よし、いいぞ、いけいけいけ。俺も手伝う、俺も手伝うぞ。パッとパッとパッと2個持ってんな。あ、やった。あ、もう一人来てる、もう一人来てる、もう一人来てる。あれが生き残りだな。盗むになってるからまだ全滅させてないんで、あいつが生き残りだわ。来た来た来た。2人来てるな。3人来てるわ。まだいる。よいしょ、よいしょ。いやいやいや、こっちに、こっちに逃がそう。お前の旅はここでおしまいだ。結構な人数いたね。よいしょ。うん、バッチリ、ナイス、ありがとう。これはいいぞ。矢もいっぱい刺さってるわ。全部取ってきます。今重さって52。あ、結構持てるね。じゃあ全部漁ってきましょう、ちゃんと。いやー、いいねー、助けてもらうって。あ、モロトフありました、最高だね。この辺はいっか、売ろうか。これ取って全部売っちゃいましょう、もしいっぱいになったら。アランドラに。あ、工具箱持ってんじゃん。で、弓の本に、うん、この辺全部。あ、モロトフもう一個持ってんね。よしよしよし、これはいいぞ。で、こいつはタッパー。
あ、モルトフ、こいつも持ってる。あ、これはいいな。結構いい感じで仕入れられている。すごい人数だねこれね。よしよし。あ、サングラス。あ、もう持てない。じゃあちょっとね、売ってきます、アランドラに。あ、こいつピストル持ってるじゃん。斧も持ってる。ピストルと斧、弾、弓矢に、うん。いやー、だんだん盗賊のあれも増えてきたな、ちょっとな。待ち得て、矢を取って、人参の種、弓矢にメット。あ、これは持ってこう、隠密効果つくんで。で、あとは結構いるね。あ、アサルトライフルの弾30も持ってんじゃん。ナイス。この辺はナイフだけ持ってっか。で、これはさっき漁ったやつだけど持てなかったシャベルと金。あとはここにいるね。これまだ漁ってない。人参の種、トレンチコートいらない、もうリュックもいいや。防弾チョッキと金だけもらってきます。じゃあね、一旦今回はこの辺で終了します。人数もね、結構増えまして、今13人。食料もなんとかなりそう。生産量は今ゼロだけど、今の備蓄だけでなんとかいけそうな気します。次の春になったらもう一人ね、農業やるやつ増やして、農業やれる場所、畑も少し増やしてやりたいですね。で、マップも今こんな感じで、ここに盗賊いるけどこっち来るのかどうかちょっと分かんないけど、もし来たら退治しましょう。だいぶね、来る人数も増えてきましたし、結構ね大変になってきましたけど、その分ね、収穫できるものも増えてきたので、またね、今後さらに大きくしていきたいと思います。じゃあ今回はね、一旦この辺で終了いたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。